で。わかりました。僕ちょっと、はい、いいですか。両面テープ探してきます。お借りしてもいいですか。実はお願いします。 SMJ の両面テープがショップにあるかもしれない。多分ある絶対。あの佐橋さんがいろいろ計算が来るんで。あはは。3×10 のフランジタッピングビス。これ穴開けないといけないってことか、ここに。そうだね。ああ、そうですね。だからリーマーがいるんだね。リーマーとかどういう、リーマーあったっけ、これ持ってきたっけ。ある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 。あるに決まってるよね。そりゃそうですよ。リーマーも画期的ですよね、その、こうやって切れるやつもね。ね。当時なんでやってたのかな、ドリルで穴開けてたのかな。多分そうでしょう。なんか千枚同士みたいなのを借りてやってた記憶があるんですけど。そうでしょう。多分あの、電動ドライバーとかね。ね、いやでもどうやって子供を開けてたのかな、3ミリの穴なんて、うん、昔多分俺ハサミとかで開けてたと思うよ。グリグリと突っ込んで絶対そうだと思うわ。もう記憶にないけどね、どうやって開けてたんだろう、マジで。ねえ、この手のリーマーも画期的でしたよね。当時なんか僕強小の星型のガリガリのやつで、あ、はい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 、あれ一番安くてね、流行ったよね。安かったっすけど穴が綺麗に上がらないんでね。そうそうそう、あれね、コツがいるんですよ、あれ綺麗に開けるね。ヒューディーのが出た時画期的だった。画期的だったね。高かったのでね。今みんなもうヒューディー型だもんね。ねえ、そしてスランジタッピングビスあったと。これだ、こんな太いのつけるんだ。ここそう、さっきのサーボが 2.6 なのにそんな長いの。そうだよ、これこの先の方に入ってるからね、あれが。いいわ、できていくわ、これで着実に。これ今日走りますよ。これってあのホットショットの大事な目だもんね、これね。そうですね、これなかったらホットショットないもんね。当時のタミヤのやつはこれで、これ目がちゃんとついてて、これが可愛かったのよね。いりますね。あー、ホーネットにも目がついてますね。ホーネットもついてるし、ワイルドワンにもついてるし。あー、グラスホッパーにもあるわ。ステッカー、ステッカー、どうだ、BL だ。BL、当時も BL なんでしたっけ。当時もの何だったっけな。あんまり記憶にないな。あー、来た来た来た、ちょうど来た。さて、当時のヘッドライトのマークは KC。 KC が BL になったって、なんかこれ半券の話。多分そうなんじゃない。なんでこれいろいろ STP とかさ、 K&N とかいろんな、あ、微妙に変わってるもんね。そう、いや、目がつくと一気にホットショットになるなって話でしたの。そう、ああ、そういうことね。そう、三浦さんってさ、うん、あの何、小学校中学校の時ボディーリーマーの代わりに何、どうやって開けてたの。千枚同士。あ、やっぱり千枚同士なんだ。うん、ギュッと上げて。そうさっきその話をしてて、そうそうそう、こんな便利なリーマーないな、もうなかったよ、ね、ないよ、ね、どうやってたんだろうねって言って、多分俺ハサミでグリグリ開けたんじゃないかなっていう話で、うん、あのね、これできたのヒューディのあのリーマーだから。そう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 。あ、俺もやっぱおばあちゃんの裁縫箱から千枚同士を借りて、千枚同士ずっと開けてた記憶があるもん、うん、これ、うん、まあ、例えば多かったのは父親のなんか道具箱の中から霧とか。あー、まあまあ、霧だ、霧だ、はいはいはい、それは霧だったね、確かに。それだわ、それはあるわ、それだわ、あー、それは言えてるね、確かに。懐かしいなぁ、うん、今そのボディにね、 3mm の穴を開けろって指示があったんだけど、うん、今ボディリーマー探してあったからいいけど、うん、昔どうしてたんだろうって思いますよね。それ言ってるね、確かに。いやわ、絶対に、うん。まあまあ、ああいうのね、いろいろ探して創意工夫するのも楽しかったので。そう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 、あれもできちゃうだいぶね。なんででもさ、こういうのやり始めたんだろう、不思議だよね。今もそうだね。え、我と帰っちゃいけないかもしれないけどさ、なんでさ、こういうのやるようになったのかなってさ。これなんで、いつや、え、なんでだろう、これ。最初何、マイティフロック作ろうとかあったのに、なんだろう、これ。マイティ完成して、うん、で、来年何するって話になる。いや、違う違う、そもそもマイティを作り始めたのは何で。そう、なんでだろうと思って。いや、分かった、分かった、思い出したわ。皆さんが、うん、マイティフロックが欲しいってうち注文したんだわ。あ、注文したんだよ。そうそう、だから持ってきたら、いきなり箱開け始めたのよ、ここで。あー、やりましたね。そう、そっからだわ。え、何話したの、今から作るんだよ、みたいな。おー、じゃあ作ろう作ろうって、それが懐かしい、ね、去年の話ですよね。そう、早いよ、1年は早い。いや、もうもはや2年近く前じゃないか。2年近く前です。そうそう、これなのに、マイティ作るのに去年1年使った気がするんで。そうそうだ、そうだ、
それがそうです。で、なんか作ったら今度なんか作ろうって話になった。で、本当はなんか、グラスホッパーとかホーネットを作りたいねって話してたよね。そうだよ。そう、それはまだあるんだよ。あ、その企画、そういえばありましたね。あれあれ3人で対決しようみたいな話があった気がしますよ。まあるなんてもんじゃないからね。あと5年分ぐらい内容はあるよ。いや、マジで。5年じゃ足りないよ、マジで。で1年1歳でしょ、だって。だいぶ3人70歳になってやってるよ、俺、マジで。ね、まあ、老後の楽しみってことで。本当そうだわ。で20年経ったらさ、今使ってる機械が懐かしいね。ね、M11 懐かしいね。まあまあ、そうなりますわね。で、その頃どうするプロポなんじゃなくて、言葉で走ってる。当時電波出してたんだよみたいな話で言って。電波出してたってね。それ高橋さん、ここ屋根つけてください。あ、どれどれどれ。この、これ、はい、これ説明。はい。いや屋根お願いします。はいはい、で屋根はなんかナイロンバンドが白らしいって。ああ、なるほど。指定で。はい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 。あは、なるほど。そもそもなんか当時俺白いバンドしか知らないんだけど。そう、だからこれ黒になってるのはそういう意味では新しい。ああ、そうそう、これね、白というかこのナイロン色のやつね。こんなところにちゃんとアルミの板を覆ってるのね、これね。うん、すごいよね。覆ってる。覆ってるね。当時。当時のもうこんなもん、最初はいろいろ先作っちゃったりしてたからね、これ、うん、そうそうそう、美味しいところだけ先にやったりしてるんで、やりたいとこだけやってたから、それでアンテナをここ出して、はい、はい、いい、どうぞ、いただきます。 ありがとうございます。それでいいの？あ、このままで、はい。そんなお子様セットとかあるんですか？お子様セット、ミルさんのコーヒーなくなったよ。あ、もう一個あるとか。これめっちゃ入ってるよ、これ。それこれめっちゃ入ってるよ、これ。これね。高橋さん、飲み物飲み切っちゃう人？うん。残す人でしょ？残すと怒られるんですよ、皆さんに。また残してる。俺の中でね。俺の中でこれで判断するのって怒られるの。AB 型の人残すって言われる。違う。いいよ、スタッフの SNS 上げて。いいよ、いい絵面しい。いいよ、俺と三浦さんと一緒にいるって自慢していいよ。自慢できる、別に女のなんかおっさんだよ。まあでもね、実はラジマガの原稿1本ね、うん、納品しずに遊びに来ちゃったんで。マジ？ツイッターに投稿すると山田さんに俺なりサボってんだって。それはなるね。その暇あるんだったらってなるよね。一応朝早起きして1本あげて、編集後期を書く間もなく、間に合わねえなって言ってピューと来て。それ今何担当してんの？ね、川田の M300GP2 ってちっちゃいやつを担当してて、でそれをまあ書く時間はいくらでもあったんですけども、まあ僕夏休み最終日にならないとやれない。まあダメ人間ですからね。はい、クズ人間なんで。けど締め切りを抱えてぶっちぎってね。YouTube 締め切りがないからサボっちゃうんですよね。あ、でも年内にスラピオングランプリを全部上げるという。いや、それ無理だって。もう年内じゃん。多分ね、編集で総集編で全部まとめる。総集編を出したいなとは思ってるんで。総集編も何も出してないじゃん、だってもう。だからそこに、あ、そこで全部出したってこと。そこまでにいっぱいダーッと出して、年末総集編という。ああ、まず一気にいくってことね。という希望は持って、ね、そういう締め切りを作れば、ね、多分レースのネタ上げるのは楽なんだよ。スタートしちゃったらもう、まあまあまあね、もうタミヤのタミグラとかさ、あの辺なんか上げるのは、実はあれはね、だって編集も何もいらないからね。見て、ね、垂れ流すだけだもんね。もう最近ね、なんかもう寝ちゃうんですよ。だりーなと思って寝ちゃうんですよ。まあ F1 とかレース見てる暇があるんで、やる時間もあるんですけど。人間金持ってくるとこうなるからね。え、三浦さんだって金あってもこれだから。ないから終わったよ。僕この前自分のラジコンの修理外注に出してたもん。マジ？ここで遊んでた XV01、バラすのめんどくさいなって言って、人に任せちゃうから。まあでもね、結構そういう需要も生まれてくるかもしれないよね、これがね。もうめんどくせえなが先に来るもんね、欲しいけどみたいなね。いや、だからメンテ係です。でも組み立てサービスとか、ガガーさんは受けてないんですか？うちはもうそんなやってる暇全くないね。まあでもやったら結構需要ありそうですけどね。でも俺やるんだったら、
日も動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。